甲子園24エラー。今日の甲子園エラー多すぎな。暑さと初戦の魔物か。エラーありすぎて無理だな。高校野球最後の方、急に両チームエラーがたくさん出て、もう疲れてたんやないかというようにしか見えなかった。時間も遅かったしな。両チームお疲れ様でした。まあこの2部制に関しては初日でいろいろと課題出てよかったんちゃう。高校野球のタイブレークって何遍見ても試合は荒れてエラーも出やすなるな。やっぱしタイブレークって好きに離れんわ。延長のバント処理のエラーもったいないな。魔物使ったな。1試合7エラーって甲子園ワーストじゃね。多いから見てて面白いんだよな。でも今回は多すぎ。すごい試合だったけど、両チーム合わせて1試合エラー10ってもしかして過去最多なのか。試合巧者の得点の積み重ねをしてただけにもったいない。こうなると甲子園の経験値の差が出てくる。ナイターの延長なんてやったことある高校何校あるよ。ほんまにもったいないよ。こんなもったいない試合運び誰が見たいのよ。ご視聴ありがとうございました。